皆さんこんにちは。ペットの悩み解決チャンネルです。今回の動画では飼育しているカエルの寿命を短くしてしまう行動についてお話しします。カエルは愛らしいペットですが、飼育方法によっては健康に悪影響を与え、寿命を短くしてしまうこともあります。飼い主としてはカエルを健康的に長生きさせるためにどのような行動を避けるべきかを理解することが重要です。それでは早速見ていきましょう。その1、適切な水の温度を保たない。カエルは両生類であり、水中生活の段階を経て陸上生活に移行する生き物です。水中での生活では適切な水温が生存に必要不可欠な要素となります。多くのカエルは18から摂氏22度の水温が最適とされていますが、カエルの種類によって違いがあります。水温が高すぎる場合、カエルは身体が温まりすぎて呼吸困難や脱水症状、体力低下などの症状を示すことがあります。例えば熱帯地域に生息するカエルは常に高温多湿な環境に適応しているため、水温が高い状態でも生き延びることができます。しかし低温地域に生息するカエルは適温を維持しなければ生存できないため、水温が高くなると身体に負担がかかります。また水温が低すぎる場合、カエルの免疫力が低下し、病気や感染症にかかりやすくなります。例えばカエルが冬眠する時期には水温が下がります。そのため水温が低い状態でも生き延びることができるカエルもいますが、一般的には水温が低く適切な水温を維持するためには水温計を使用して水温を常に確認し、必要に応じて温度調整を行う必要があります。またカエルが好む温度帯に応じて水温を調整する必要があります。適切な水温を維持することでカエルの健康を維持し、寿命を延ばすことができます。適切な食事は健康維持に不可欠です。カエルは肉食性であり、主に昆虫を食べますが、小型の魚や哺乳類を食べる種類もいます。適切な栄養バランスを保つためには餌の種類と量に注意を払う必要があります。一般的にカエルに与えられる餌の種類は昆虫、ゴキブリ、コオロギ、カブトムシなどです。しかし種類によってはミールワームやピンクマウスなどの小型の哺乳類を与えることもあります。適切な栄養バランスを保つためには適切な割合で提供する必要があります。カエルの餌の量はカエルの大きさや種類によって異なります。一般的にはカエルの体重の 1-2% の量が適切な餌の量とされています。また餌を与えすぎると肥満や消化不良などの問題が生じることがあります。カエルが食べる餌の量はカエルの活動量や年齢によっても異なります。成長期や繁殖期などの特別な期間にはより多くの餌を与える必要がある場合もあります。しかし常適切な食事を与えることでカエルの健康を維持し、寿命を延ばすことができます。またカエルの食事は水質にも影響を与えるため、定期的な餌の交換も必要です。適切な食事を提供するためにはカエルの種類に合わせた適切な餌と量を与えることが大切です。その3、適切な照明を提供しない。適切な照明はカエルにとって非常に重要です。 UVB 照明を提供することでカエルは自分でビタミン D を生成し、健康な骨を維持することができます。適切な UVB 照明を提供しないとカエルの骨は壊れやすく、骨粗鬆症や骨折などの問題を引き起こす可能性があります。さらに
カエルは明るすぎる光にさらされるとストレスを感じ、食欲不振や衰弱の症状を示すことがあります。夜行性のカエルもいますので、照明を消して暗いエリアを作りましょう。情報を調べてカエルの健康状態をチェックする必要があります。その4、ケージの掃除を怠る。カエルのケージを掃除することは、カエルを健康に保つために非常に重要です。食べ残し、排泄物、水槽の汚れがケージに溜まることがあります。その後、細菌やウイルスなどの病原体が増殖し、カエルの健康に影響を与える可能性があります。カエルを健康に保つためには、定期的なケージの清掃が非常に重要です。カエルのケージの清掃には、ケージから食べ物の残留物や排泄物を取り除き、ケージ全体を消毒することが含まれます。また、カエルを健康に保つために、水槽内の水を定期的に交換することも重要です。水槽の底からの汚れ。ケージ内の機器、装置、ヒーター、フィルターも掃除する必要があります。ケージの掃除を怠ると、病気や感染のリスクが高まるため、カエルの健康に悪影響を与える可能性があります。ケージの掃除の頻度は、カエルの種類とケージ内の環境によって異なりますが、一般的には週に1回または2回が推奨されます。また、カエルの健康状態に注意しながら、必要に応じて掃除の頻度を調整する必要があります。いかがでしたか？カエルを飼育している方は、今回の動画を通じて、健康的に長生きさせるために避けるべき行動について理解できたのではないでしょうか。カエルは、適切な環境や食事、照明、ケージの清掃などによって健康を維持することができます。愛するペットのために、日々のケアを怠らず、健康的な生活を提供してあげましょう。今回の動画が皆さんのお役に立てたら嬉しいです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。いつでも見返せるようチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。では、またね。